ここは茨城県のとある農家。よいしょっと。私、バラキサナエは毎年ここでお米や野菜を作って暮らしています。サナエちゃん、ん、イナホちゃん。私はこの大地の恵みいっぱいな茨城が大好きです。麻生炊きたて白米梅干しネギ天小ぶりの納豆、雨だね。梅雨だからね。梅雨はお弁当が傷みやすいから困っちゃうんだよね。さなえちゃんは年頃なのに食欲第一なのね。どういうことよ。梅雨に入って天気がいまいちね。でも雨が降って田んぼにたくさん水が入るから大助かりだね。でも水がたくさんあればいいってわけじゃないんだよ。そうなの？実はね、それじゃあ6月頃にする作業について稲穂先生が教えちゃう。先生、これが6月の田んぼの様子よ。苗が大きく育って稲になったね。嬉しいな。さなえくんは稲が大きく育つには水が必要だって思ってるのかな。はい先生、思ってます。おほんおほん、もちろん水は必要だが水をあげない時もあるのだよ。え、水をあげない？そう、それが中干しっていう作業なのじゃ。中干しとは田んぼの水を一度抜くことなんだけど。先生、どうして水を抜いちゃうんですか？うん、一つは水を抜くことで根っこが地面にしっかりと生えるようにするため。ふんふん、要するに稲が倒れるのを防ぐ効果があるのじゃ。倒れちゃったら大変だもんね。もう一つは土の力を最大限に生かすために一度土に空気を入れてあげるという意味がある。土にも空気が必要なんだ。うむ、土も生きているからの。ちゃんと呼吸をしないと稲が育つのに十分な力を出せないのじゃ。そうなんだ。わかりました。先生、わかったかね、さなえくん。はい。梅雨、この傘のおかげで雨でも大丈夫。スコップでバリアでモンス。エーゴロ、雨なのに何もしてないと風邪をひくぞ。そうでモンス。そもそもデーゴロ、今日は何を食べてるんだ？これは茨城県が誇るレタスでモンス。
これをかぶれば雨よけになる。だがこれは確かに食べずにはいられない。分けてくれない。大丈夫でますよ。肥沃な茨城の農地を手に入れたら食べ放題でます。そうだな。ここのところ変な小娘に邪魔されているが、今回はそうはいかんぞ。いかんでます。この辺り一帯の田んぼを使い物にならないようにしてやるのだ。そうでます。やったるでます。あ、雨止んだ。キャッ、家の前トラック通過。大変よ、サナエちゃん。またあのロボットが。これって米取りくんと同じじゃないのか。そうでます。今時代はリサイクルでます。そうか。とにかくやれやれ、田んぼの水を吸い出すのだ。ポジリン、なんでモンスか。なんで今日はあの小娘来ないんだろう。なんででモンスかね。もしかしておじけづいたんじゃないでモンスか。そうか、そうに違いない。シシシシシシシ。よし、やったなポジリン。やったでモンスね。あの子供は多分この農地の娘でもんすよ。お前たちの農地はこれでおじゃんだ。泣きでもんす、わめきでもんす。見ての通り田んぼの水はカラッカラだ。カラッカラでもんす。娘よ、泣くがいい。泣くでもんす、悲しむでもんす。この調子で茨城中の農地をむっちゃくちゃにしたあげく、我々のゴジャッペ王国を作ってやるのだ。ゴジャ？そんなことはアグカドエンジェルバラキちゃんが許すわけないわ。え？なんだそのアグカドエンジェルバラキちゃんってのは。なんでモンス？あなたたちが悪いことしてもバラキちゃんがデデーンと懲らしめてくれるもん。え？もしやあの白い小娘のことか。そうでもんすか。あの小娘はバラキと言うんでもんすね。にひひひ。しかし今日はそのバラキちゃんってやらは来てないじゃないか。そうでもんす、そうでもんす。負け惜しみでもんす。なんですって。なんだ。そのバラキちゃんが来ないってことは、つまり今日は悪いことをしていないからじゃないのかなって。一度田んぼの水を抜くのはお米にとっていいことなんだよ。おい、俺たち悪いことしてたんじゃないのか。そのはずでもんすが。水を抜いたら稲は全滅のはずだろ。どうやらそうではないみたいでもんす。ちょっと、あなたたち！とりあえず退散だ。絶対でもんす。命拾いしたな娘。今日のところはこれくらいにしてやる。これくらいでもんす。覚えてろよ。
それにしても今日はいろいろあったね。ねえ。ところで稲穂ちゃん、ごちゃっぺって何？さなえちゃんは若いから知らないのか。どういう意味なの？うふふんじゃなくて教えてよ。ねえ稲穂ちゃん。まさか水を抜くことが大事だったなんて盲点だったもんす。ばばえレタス おい今バラキの話してたんじゃないのか。レタス、レタスとバラキなんて文字数しか合ってないでもんすよ。ばらそうそうでもんす。バラほら壁を殴らないでも。いやくっそバラキめ覚えてろよ。でもバラキは今回何もしてないでもんす。ごじゃんべ